えー、どうも。私は、えー、ギリギリにならないと頑張れないタイプの人間日本代表です。よろしくお願いします。ということで、えー、やっていきたいと思います。えー、前坂チャンネルのバーサーカートーク第、えー、50回。なんと50回。記念すべき。50回。長寿番組。<laughs> 大人気。 え50回ですから、えー、やってきましたよね。ぜひよろしくお願いします。今後もね。うん。みんな続けたことありますか ?50 週間。50週間一回何かをしたことあるかそんぐらいはあるかあるかもしれないですけども。まあまあ、あ自主ラジオですけどね、えー。なんとなくやってますし、今後もやっていきますんで、ぜひ、えー、よろしくお願いいたします。ということです。はい。えい、ー、うことで。 あのー、まあ、ラジオもそうなんですけど、えー、生配信の方も、えー、引き続き続けてます。うんと、昨日までで53人まで行きましたね。はい。では、まあ、ま、一応ライブ配信の回数が超えましたね、ラジオ。毎日やってますから。えー、でなりましたけども、えー、ちょうど1週間前がですね、第、えー、第47人。 第47人、47人達成で即終了ライブっていうのをやったんですけども、えー、それが、えー、過去史上最長をはるかに塗り替え、これまで過去最長が、ね、同節38人の時に、えー、31分かかって、 えー、寒空の下歩いて、えー、携帯の充電が切れそうになりながらギリギリ達成したっていう、えー、結構過酷な回があったんですけども、えー、それを大幅に塗り替ええー、5時間53分、えー、44秒という記録にまで行きましたはい、えー、<laughs> この回はですね、あのーまあ、深夜0時に始めまして、えー だから来週土曜日成り立てですね。12月9日になったばっかりの0時過ぎに始めて終わったのが、えー、もう朝6時過ぎぐらいだったですかね。うん。だから健康的な人間が寝てるはずの時間、えー、丸々、あの、配信してたっていうね。夜勤みたいな <laughs> 感じの状況に、えー、なったんですけども。うん まあ、どうにかね、えー、失敗にはならなかったですね。達成になったんですごい良かったです。うん。ありがとうございました。うん。いやー、きつかったね。うん。きつかったけど、あのー、まあ、いいことも多かったね。うん。まあ、たまたまその日、予定が夜からしかなかったから、まあ、そこもかなり幸いしたんですけど、まあ、ずっと回してるといろんなことが起きて、 まあそもそも夜中から始めたから、まあ大体の人がもう寝ちゃってて、まあそこで結構つまずいたんですけど、金曜だから、金曜の深夜だから行けるかなと思ったんですけど、結構寝てたっぽくて、で、なんか人の流れもちょっと思う、ずっと思々もしくて、20人ぐらいでずっとこう推移してて、で、ちょっともう寝ますみたいな人も出てきたんだけど、どうにかもしかしたら余裕があったら、 その配信画面をつけたいまま寝てくれないかなみたいなね、うんそうそう、感じでお願いしながらね、うん、ら寝落ちしてた人も、だから、最終47人行くわけですけど、多分20人ぐらい寝てたんじゃないかなっていうぐらい <laughs> の状況下で、うん、本当になんか、最初から最後まで起きててくれた人も、えー、2、3名ほどいたんですけど、うん、本当にそういう状況で、えー、やってました。 で、何が起こったかっていうと、えー、大量の、えー、インドネシアの方々が夜中を押し寄せました。うん。あのー、だから深夜3時4時ってやっぱみんな寝るわけですよね。うん。だけど、あのー、インドネシアは日本よりこう2時間、時間が遅いですよね。だからあ、そのぐらいの時間がちょうど寝る前、えー、夜中の1時、2時ぐらい。 に寝る前にちょっと軽く YouTube 見るぐらいの時間に被ってたっぽくて、その時間ほぼインドネシアの人しかいないというね。<laughs> えー、時間が発生しましたね。うん。まあ、基本英語でこう語りかけてくれるんですけど、もう大学以来というか、えー、ほとんど英語に触れてこなかったので、もう適当な英語。うん。OK, センキューみたいな。 うん、で、インドネシアの人は多分、えー、日本人、あ、なんか、あ Where are you from? って言って、まあ、あイムジャパニーズみたいな、こんぐらいのやり取りはできるんですけど、ジャパンって聞いたら、なんか、好きなアニメとかさ、えー、ナルトとか、呪術回戦とか、仮面ライダーとか言ってくれてね、えー、それをもう適当に、イェイエイいイイみたいな、<laughs> おーおらせんがみたいな感じで、えー、やってる時間があったんですけど、まあ、それによっても結構、視聴時間とかいろいろね、えー、 まあ言い方あれですけど稼げましたし、うん、まあかったんじゃないですかねうんただまあその間だから、まあ、ずっと英語でコメントしてきて俺も適当な英語で返すんですけど、あのーまあ、日本の視聴者もまあ見ててくれてるわけですよだからその人たちはもともと英語できる人もいるかもしれないですけどまあ多分いろいろ翻訳とかして、えー、インドネシアの人と英語でやり取りし始めたんですよ。 また、あ、僕の説明とかもしてくれてて、日本のお笑い芸人であり、YouTuber でありみたいな。で、こういう配信をしててみたいな。で、インドネシアの人とこうバーって英語でずっとやりとり、しばらく英語でみんなやりとりしてて、その配信主である俺がどういう会話をしてるのか一切わかんないみたいな。<laughs> それ疎外感を感じるみたいな。うん。えー、なんかね、そういう事件もいろいろありました。うん。 まあもちろんね生配信自体が好きなんでまあまあ長時間や,ったやれたのは別に嬉しいことではあるんですけどまあまあきつくはあったねやっぱり目標があってそれが達成できてないからあかあのカメラを回し続けているというね、えー、でまあいざ6時間もすりゃもう自分が何を喋ってんのかとか分かんなくなってくるしねうん。 っていうのもありながらよくね、一緒に見てくれた人ありがとうございましたっていう感じ。うん。参加できてできなくてすいませんでしたみたいな声もありましたけどもね。えー、まあ、そんなのはね、全然来れる時に来てくれれば全然ありがたいし、うん。もっと多くの人に、えー、広められてなかった、えー、自分の責任でもあるし、うん。っていうのもありますんでね。えー、まあ、今後ともこういう事件がもしかしたら <laughs>、 怒るかもしれないので、えー、ぜひ、えー、追ってってほしいですね。本当に生配信ならではどうなるか、えー、結末が本当に誰にもわからないというね、えー、そういう配信になってますんで、うん、ぜひよろしくお願いします。こ、はいうん、んなところでございますかね。はい えー、ではあ続きまして、えー、ちょっとコメントいきますかコメントを読んでいきますか、はい、前回のコメントを、えー、ちょっと読みたいなということなんですけど、はい、じゃあズンダさんからいきますか、はいえー「気づいたらやることが増えているのは萌、えー、さんとか清水さんの忙しさが映っているからだと思います」えー「僕も気づいたら忙しくなってて、えー、こんなはずじゃなかったのにと思ってます」ということで、えー、いただきました。 ありがとうございます。そうそう、なんか、あのー、まあ、前回の放送で、ま、やることが多いと。えー、月一でライブ、単独ライブやって、週一で、このラジオ撮って、で、えー、毎日生配信しつつ、あの、バイトしたりとか、あの、普段のお笑いライブ出たりとか、ね、いろいろ、ま、あま、あ言ったら、こう、忙しくてやることが多くて、インプットもできないし、なんかつ、つ、疲れてます、大変です、と。えー、いう話をしたんですが、うん。 まあ、映ってるからなんですかね。確かにまあ、常に忙しくするタイプの人たちが結構周りにいるのはまあ事実ですね。はい。いや、でもまあ、あのー、いいことだとは思いますね。うん。なんか最近気づきました。本当にか、人間ってなんか、周りに遠ういう人がいるかで決まるみたいな。なんか、あのー、昔から言われてるのが、えー、っと、周りに、 いる人、自分がよく一緒にいる人、まあ家族、えー、友人、いろいろ含め、会う数が多い人、トップ10の、えー、平均値が、まあ大体その人を表しているみたいな、えー、に聞いたことがあります。でもなんかまさしくその通りなのかもってちょっと思ってますね。うん。 とにかくやっぱり周りにいる人に影響を受ける。まあ当たり前ですよね。その生物学的に見ても当たり前ですよね。うん。集団で行動することで生きてきた人間だから。まあまあまあそういう風になるんだろうなって思うし、だからこそ、あの、いろんな人と会いたいし、できる限り、えー、人間的に性格がいい人とか、 あと、ね、何かの道でこう、頑張ってる人、成功してる人と、なんか多く接していなきゃいけないんだろうなと思うし、うん、というふうには思いますね。うん。ね、あのー、付き合う人を選べとかさ、なんかあんまりその、いい言い方ではないけどさ、なんか先民思想っぽくてさ、付き合う人間を選べっていうのは。でもなんだろうね、こう自分が、 こう頑張ったりよくしたいよく生きようってしたらまあ必然的にそういう人が集まってくるって逆にそういうことも言えるだろうしまあいい影響を与え合っていきたいですよねどうにかこうにかねうんそうそうそうなんか自分はあんまりそうなんか何かをこう切り捨てるみたいなことが、えー、結構苦手でこう昔から愛着のある人とか物とかはこうなんか ゼロにできないんですよね、なんかね。うん。っていうのはありますね。うん、まあ、とはいえ学生時代の人と、まあ、まめに連絡を取ったりとかしないけど、まあ、どうしてんのかなとか、思うことあるし、気になるしね。うん。実際会えたら嬉しいしっていうのはありますけど、まあまあ、まあ今が今であるんでね。うん。 そんな常にこう投稿知ることはできないですけどなんかこう無限にしたくないなとかさ、うん、いうのはありますよねうんだからこう成功したいし上のステージには上がりたいけどなんか全員連れてきたいみたいなそ <laughs> のうんそうなんかそういう感情はあるんだよなでもな でまず自分だろうううっていうふうには思うんですけどね、うん、なかなかこれは難しい問題なのではないでしょうか <laughs>、はい、でも本当に、あのー、ありがたいです周りにね、えー、尊敬できる人がいるのはありがたいしそういう人を探さなきゃいけないしみたいなね、えー、ことなんじゃねえのはいつんださんありがとうございます <laughs> えっと、えー、続いてトレインさんですねえ武井一め TV おぎとネタ見せの会、会のワングランプリお疲れ様でした。優勝おめでとうございます。ありがとうです。毎度のことながら、私が普段しているお笑い活動を総ざらいしていただいてます。ありがとうございます。はい。うーん そうですねまあ、久々にネタ見せっていうのをやりましたね。まあ、ネタ見せっていうのは、だからお笑いライブみたいに、えー、お客さんの前でやるんじゃなくて、えー、ネタをやる人同士でお互いに、えー、ネタを見て、えー、思ったこと、アドバイス、意見などをこう出し合うという、まあでもやっぱ必要な時間なんじゃないですかね。うん まあネタやってね、お笑いライブでやって、受けた、受けないとかね、え、SNS で反響あった、ないみたいなことはありますが、まあそれ以上に意見をもらう。うん。で、普段のライブだと、こう、ね、じっくり、あの、芸人同士がさ、あの、全部のネタをしっかり見れてるわけでもないし、うん。でもアドバイス目的で見ることで、こう、いろんな発見があるとかね、え、いう感じですよね、うん。 ただなんかこう意見出す側で、うん、まあ、思うことは毎回あるわけですけどその人のネタを見たときに、うん、なんかこれで合ってんのかなみたいなすごい不安になるよう、ね、ユ言う側としてその実績がないからいかんせんねうん <laughs> だからまあ一個人の意見としてまあ参考程度にしてくださいみたいな感じでお互いは別に言ってるわけだからまあいいんでしょうけどねこれが正解だって言ってるわけじゃないんでねうんまあ定期的にやった方がいいですよね本当になんか 技術向上しなきゃなって思いますよね、本当に <laughs>。当たり前なんですけど、なんかこう改まって、うん。本当になんかこうプロ意識っていうんですか。うん。プロとして仕事を獲得したい。じゃあそれに見合ったクオリティのものを出さなきゃいけない。まあ当たり前のことを、当たり前にち気をつけられてるかなというと、 えー、そんなことも忘れてただ目の前のことをこなしている自分もいるんで、うん、まあそういうのをちょっと見つめ直すきっかけにはなったのではないでしょうかはい、うん、でえー、かやのワングランプリっていうのがあったんですけどこれがあのー、まあ仙台のアイドルグループの人なんですねグローティアっていうグループのかやのさんっていう人がいて、えー、その人だと前なんかお笑いの人たちがなんか まあ共演というかね、並びで出るイベントみたいのがあって、で、なんか、その、ここで終わらせたくないね、みたいな。せっかく一応コラボみたいな感じで、同じイベントに出たんだから、どうにか絡ましたいよね、みたいな。この異文化交流みたいな。これって結局、なんだろうな、うーん、結構ライブ、 を主とするエンタメの人とか関連の人に聞くとやっぱり、えー、みんなこういうのをやりたいっていうのは本当に抱えてるのはこうもっとこうつながりたいよねみたいなうんことなんですよねだから意外と仙台ってまあそれは東京とかに比べてそういうことをやってる音楽や お笑いややってプレイヤーはめちゃくちゃ少ないけどでもやっぱいるんですよね一通りこういう音楽をやってる人とかね、うん、こういう演劇をやってる人とか、うん、一通りはいるんだよでもやっぱお互いを知る機会ってないんだよね、うん、だから本当にまあ俺の下敷でとまあ56年だけどテーライズなんて20年以上あるわけでしょ俺の事務所のね、うん でもやっぱり存在を知らない人っているし、うん、その、イベント、なんていうのエンタメ側にいる人でも知らない人もい中にはいるしっていうぐらいで。うん。でも、あったら、でも一緒になんかしたいって思ってるっていうのはあるんですよね。うん、だから、 そういういのはねみんな抱えててでもこういざねただつなげようとしてもまあ難しいわけですけどまあその一個の手法としてえー、まあ立ち上がったのが今回のイベントですよねうんまあ清水さんが、えー、主催したやつですけどもまあ,あ,あと茅野さんというアイドルがえー、まあ芸人が8組かな今回は8組ぐらい出て えー、バッネタをやりますで、まあ、ネタごとに、えー、ちょっと MC 挟んでコメントももらいましてで萱、えー、野さんが一番面白いと思った人をまず選びますと。ね、でお客さんは自分が面白いと思った人ではなくて萱、えー、野さんが萱野さん一番客席の一番前で見るんですけど萱野さんが一番に選ぶ芸人は誰だろうっていうのを予想して で当たった人にまあグッズプレゼントみたいなねうんまあそういう趣旨のイベントだからええー、まあ萱野さんのファンアイドルファンって言われる人たちはまあ普段お笑いを見てないというかまあ我々が、えー、ネタやってるのはあんまり見たことがない人たちなんですけど、えー、そういう人たちも、えー、こう楽しみながら見れるというかあの芸人側にすごくメリットが大きいっていうね <laughs> そのみんなに受けたくても茅野さんに選ばれればいいしで、まあ、選ばれなくてもまあまあ別においしいしみたいななん,なんて言うんですかね。うん、そうそうなんかやる側としてもハードル見る側としてもハードル低くこうフラットな感じでスッ、えー、とお笑いに入っていける結構これすごくいい,いいシステムなんですよこれ。うん 実際ライブも、えっ、ー、と、まあ、ああいった萱野さんのファンが、えー、大体でしたけど、まあ、それでも結構笑っていただいてね。うん。っていう中で私が優勝させてもらいました。えー、非常に申し訳ない。他の7組、えー、全ピンだったんですけど、今回。えー、R1 グランプリ近いですし、えー、その前にネタ見せの回もやってますので、えー、結構ネタ仕上がってました。えー、R1 の候補にしてるネタをみんな結構、えー、バシバシに下ろしてたんですけども。<laughs> 僕はもう本当にあの茅野湾でしかできないネタをや,やらせていただきましたはいねあの茅、ー、野、まあ、さんによく似た存在を、えー、というネタをやりましたねうんまあ一切関係はないんですけど、えー、よく似たのをやりましたでここだけのネタですよっていう、えー、プレミア感で えー、海音さんに選ばせなきゃなぁみたいな空気を作りましたはい <laughs> あの私の結構上等句なんですけどこういうの上等句っていうか上等手だ <laughs> こんなことをするからオーディションやショーレースで勝てないんですけど <laughs> こんなことばっかり得意としてるから私はうん まあ何にせよそのニーズや需要に応えるというのは大事です。えー、優勝というのはいいことですよ。はい。皆さんも優勝ってあんまりしたことないでしょうん。なんかあれでしょ小学校の頃、えー、県の、あの、学校のコンクールで金賞を取りましたとかさ。そん、そんなもんでしょうん。あんまないでしょそれ以降優勝とかって。ね。うん。そういう意味では本当に、うん。よかったです。はい。<laughs> うーん。 てな感じでございますかねもう年末も年末ですが、えー、そんな感じですねおおむねね、はい、ただまあ12月もいろいろ忙しいし楽しいこともいっぱい余ってると思いますんでねはいあんまりこう1年振り返るみたいな暇もない、えー、感じなんですけどもね、えー、まあまあ今後とも。 楽しくやらせていただきたいと思います。はい。えー、そんなこんなでございます。まあ、第51回でもぜひね、えー、お会いできればと思います。えー、サカチャンネルのバーサーカートーク、最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは、えー、さようなら。